はい、ボノボの研究をしている横山拓真です。お久しぶりです。いつも更新がちょっと遅くなってしまってすいません。最近ちょっとドタバタしていまして、私の身の回りですね、私のポジションであったりとかこれからの研究についてですね、大きな変化があったので、今回この動画では私の近況報告を簡単にしていきたいと思います。はい、簡単な私の近況報告なんですけれども、一つ嬉しいことがありまして、二つ目ですね、二つ論文を今年書いてたんですけども、一つ目は前回の動画にも話したように無事アクセプトされ、二つ目の論文も無事アクセプトされました。ありがとうございます。エディターですね、エディターの方々、あとはレビューアーの方々ですね、ありがとうございました。無事こちら、論文アクセプトされたということで、近日中にですね、この論文について解説する動画も発表していきたいと思います。この論文はですね、ほかほかですね、デントジェニタルマッピング、ボノボの特徴的なメス間のですね、メスの間、メス同士が行う同性間性的交渉について、分析した論文なんですけども、こちらの論文についても、近日中に解説を行いたいと思いますので、楽しみにお待ちください。はい。で、前回の動画でもですね、簡単な近況報告をしたんですけれども、申し訳ありませんけれども、動画の更新頻度というのはちょっと少なくなっています。できる限り動画更新していきたいんですけども、まあ、ボノボのですね、ローデータ、生データ、現地で撮影したボノボの動画については定期的にアップロードしてるんですけども、まあ、講義、レクチャーの動画、私自身が喋る動画というのの、動画の更新頻度は今ちょっと少なくなっております。まあ、その理由としては、前回も申し上げましたように、博士論文を書かなければいけない。まあ、今年度中に卒業しないといけない。ということで、今、博士論文を書いているのが少し忙しくて、ちょっと動画の更新頻度というのが少なくなっています。幸いですね、やっぱり2つの論文がアクセプトされたということで、心理的な、まあ、精神的にちょっと余裕ができているんですけれども、まあ、こちらの博士論文が終わり次第ですね。まあまあ、来年度のポジションというのも今探してるんですけれども、まあ、来年度以降ですね、早ければ2月、3月、まあ、ひょっとしたら早ければ今年の2月、3月にはまた新しく、動画を撮影できるとは思うんですけれども、それまでどうかお待ちください。お待たせしてしまい、申し訳ありません。あと、近況報告となると、そういえばですね、これも近況報告忘れていたんですけども、私の YouTube チャンネルですね、無事3周年を迎えることができました。2019年の9月25日から動画を、ボノボの動画であったり、講義動画というのを定期的にアップロードしているんですけども、無事3周年を迎えることができました。ただですね、この3周年、3年間やっている中でですね、問題もいくつか発生しています。動画の更新頻度、まあ、忙しいという理由で更新頻度が少なくなってしまったということも話したんですけれども、実はですね、私の動画ですね、なかなか YouTube に規制されることが多くてですね、ちょっとアカウント、実はですね、アカウントの停止になるんじゃないかというところも実は言ってみました。というのもですね、まあ、ボノボの動画、まあ、いくつか挙げれたんですけど、そもそも、ボノボの動画がですね、まあ、アダルトコンテンツに当たるということで、まあ、厳しく YouTube に、規制されてしまって、まあ、そういう現状が、そういうことが起きてしまったというのが現状です。まあ、幸い今、改善できたので、今はもう通常通り、YouTube チャンネルで運営できているんですけども、今後もそのボノボの動画についてですね、まあ、最新の注意を払いながら、まあ、上げていきたい、アップロードしていきたいと思います。まあ、これに関してはちょっと悔しいですね。はい。ボノボの動画、特にですね、まあ、2本目の論文でも書いた、ほかほかとか、すごく面白いんですけど、見ていて面白いんですけども、ほかほかも、まあ、アダルトコンテンツとして見られてしまって、まあ、厳しく規制されてしまいました。まあ、前回の動画でもですね、ほかほかっていうのは、まあ、性的な行為というよりかは、挨拶行為に近い、社会的な行為だということも主張したんですけども、やはり YouTube で、まあ、その動画を取り扱えないということで、まあ、実際、まあ、ボノボのね、ありのままの姿、まあ、講義の動画でもそうですね、講義の動画であったりとか、まあ、性的交渉、あるいはそのほかほか挨拶行為と見られている、まあ、ほかほかにもついて、まあ、
ありのままのボノボの姿をこのチャンネルを通してですね、多くの方に見ていただければと思っていたんですけれども、残念ながら YouTube ではそういうことができないので、また違った形でですね、多くの方にそういうありのままのボノボの姿を見てもらえるような違った方法を今探しているので、まあそちらも落ち着き次第新しい方法っていうものも探していきたいと思います。はい、簡単な近所報告だったんですけども、まあこのカメラもちょっと画質が悪いんですけれども、簡単な近所報告でした。まあ近々、この2本目の論文のほかほかについての解説の動画ですね。まあ、こちらの動画で、近々アップロードしていきたいと思いますので、お待ちください。また、今後のですね、レクチャー、講義動画、私自身がボノボについて語る動画についても、落ち着き次第定期的に配信していきたいと思うので、お待ちください。はい。以上、近況報告でした。ありがとうございました。